割とよく聞かれる質問に、家でうどん打ちたいんやけど粉は何使ったらいいんですかって言われるんですよ。まあ、そういう時は大体ね、あのスーパーなんかで売ってる中力粉、それを使ってくれたらまず間違いないですよと。まあ、最近だったらあのうどん用小麦みたいなのもよく置いてあるんでね、それ買ってくれたら大体間違いないですよって答えるんですよ。まあ、そうすると大体ね、返ってくる返事っていうのが、強力とか薄力粉ってあるじゃないですか、ああいうのはまた別なんですかって言うんやけど、あれはもうね、小麦の種類がそもそも違うんで、同じもんではないんですよって大体答える。何が違うんですかって聞かれてもね、まあ、これはちょっと専門的な話になるんで、なかなかその場では答えられなかったりするんですけど、まあ、簡単に言うともう小麦の種類が違うのはもちろんなんですけど、もうあの小麦粉に入っているグルテン、いわゆるその粘りを作る成分ですよね、あれの割合がもう全然違うんですよね。だから強力は大体そうですね、11から14%ぐらいですか、 100g あたりで、薄力になると、まあ、7から9%ぐらいって言われてますかね、うん、でまあ、その中間が中力粉、準強力粉とかって言われたりするんですけど、そしたらそれを足したら中力粉になるんですか、強力と薄力を足したら中力粉になるんですかとか聞かれるんですけど、いやそれはもう全然別もんやから、もう小麦の種類がもう肌から違うからそれはなりませんよって言うんやけどね、ほんまにならんのかな、やったことないしな。ということでね、買ってきましたよ。まずこちら強力粉ですね。それでこちらが、薄力粉です。これをね、早速半々で足してみて、中力粉と同じような結果が得られるのか試してみたいと思います。ちなみにですね、豆知識としまして、この袋に入っている状態ではもちろんわかるんですけど、袋から出した状態で、強力粉と薄力粉を見分ける方法があります。それはギュッと握ってみて、固まるのが薄力粉、パラパラっと崩れるのが強力粉です。はい、では早速いってみましょう。じゃあこちらが薄力粉ですね。これを 500g 入れます。続いてこちら強力粉ですね。こちらも 500g 入れていきたいと思います。これで割合が1対1になりましたね。さあどうなるでしょう、やっていきましょう。もうこれ水はね、今この季節に使っている塩水と全く同じものです。だから普段の粉は出るのと同じ条件で作ってます。それでどうなるのか実験してみたいと思います。この時点ではね、何も変わらない。あ、変わらんことないわ。何やこれ。何やこれ。なんか重たいな。あ、なんか粉が重たいぞ、これ。何やこれ。なんか。あのね、中力単体で寝るよりね、ちょっと粉が重いですね。ちょっとまあ。いまいち伝わらんと思うけど、なんかね、粉のばらけ方が違うんですよね、うん、ああ、でもある程度合わさってくるとそんなに違和感なくなってきたかな。あーけどなんか不思議な感じやな、これ。この時点ではね、さほど違和感はないですね。うん。あ、でもね、粉の水の吸い方が違うわ、これ。うん、めっちゃ水吸うてるわ、これ。粉自体の水分量が違うんかもわからんな。だいぶ。水の吸い方がえげつないですね、これ。普通中力で
この数でやるとこんなパラパラにはならんだけどな。いやこれ多分水の吸い方がえげつないですね。うわ、なやこれ全然ちょっと予想とちょっとパラパラ具合が違うな。あ、ちょっと伝わりにくいと思いますけど、これで一応粉は第一段階としては合わさった状態なんですよ、うん、でね、これで見たらわかるんやけど意外とねパラパラなんですよ。普通この塩水加減とこの粉の量でやると中力だともっとねダマになるはずなんですよ。ちょっとこれから先どうなるか踏んでみないとわからないですね。では次足踏みに入っていきたいと思います。さあ続いて踏んでいきたいと思います。どうなりますでしょうか。はい、そしたら踏み終わりました。割と硬いですね。ちょっとこれを今からしばらく熟成させていきたいと思います。製麺終わりました。切った感じはねそんなに悪くないんやけどな。でもちょっと硬いのは硬いな。どんな感じになるのかこれはちょっと茹でてみないとわからないですね。早速茹でてみたいと思います。さあ茹で上がりました。こんな感じですね。うどんとしてはねとてもいい状態ですよね。ツヤツヤしとるし。では早速食べてみたいと思います。どうでしょうね。普通にうどんやな。いわゆる粘り気は少ないですわ。ただねうどんとしては全然うまいと思いますよ。だから結論としては強力と薄力を足してもうどんにはなる、ただこれじゃなけりゃいかんというもんではないという実験結果でした。さほど何もなかったな。あ、でも意外と美味しいな。普通に食えるわ。ではまた。